bus. 警察の変装授業。さあ、えい、はっ、やっ、さあ、やっほー。それ、おお、あった。ラブール警部の変装授業。はっ。変装はとても便利なスキルで、悪者を捕まえるのに使えるんだ。その1、頭部の変装。それ、はっ、待て。警部はどこ？ここですよ。わあ、やってみよう。これは違う。別のはこれだ。完璧な変装でしょう。やっぱりだ。その2、全身の変装。隠れ身の術、それ。よっ。ゲームはどこだ？ここです。わあ、すごい。やってみよう。それ。わあ、ここいいな。ここに隠れよう。ベルマンさん、もう隠れてます。全然気づかなかった。じゃあ別の場所にしよう。いい匂い。キャー、煙。ここが良さそうだ。キャー、食人植物だ。次は実践に入ります。変装技術を使って窃盗犯の狼を捕まえますよ。よっ、任せて。変装完了。それ、おお、誰か来た。隠れて。うわー、このケーキと写真を撮りたい。いいわよ。はい、わあ、気づかれてないですよ。僕も。イエーイ。た、フルーツケーキだ。仕上げにさくらんぼ。セルフサービスのスーパーへようこそ。セルフサービスだって、誰もいないうちに盗んじまおう。お、わあ、大きなフルーツケーキだ。持って帰ろう。俺様はグルメ怪盗だ。警察にも捕まらないぞ。瀬戸藩の狼。見てろよ。狼よ。キャー、ケーキの化け物だ。怖すぎる。待て、逃げるな。
ベルマンくん！オオカミを捕まえたんですね。ケーキ怪物たちだ！来るな！変装成功！任務完了！お願い、いいねを押してね。対決ヘビゲーム！スプリン、もうゲームはやめて、みんなでビーチに行きましょう。早く行こうよ。行かない、僕はゲームするの。ヘビゲームはどうやったら終わらせられるんだい？ヘビが自分の体を噛むとゲームオーバーになるんだ。それなら、ありました！迷路に誘い込んで自分の体を噛ませましょう。おい、ヘビさん、こっちだよ。ほーれほーれ
ヘビさん、私はここよ。ほら、こっち。あと少しです。全部持った？持ったよ。プリン、本当にビーチで遊ばないの？あ、みんなもいる。待って、僕も一緒に遊ぼう。もうゲームはいいの？ゲームよりみんなと一緒の方がいい。さあ行こう。出発だ。イエーイ。パピーの発明。完成。新発明のバルーンキャンディ。これを一粒食べるだけで体が風船のように膨らんで空を飛ぶことができるのよ。ミッキー、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 ミッキー。あ、見つけたか。バルーンキャンディを食べたわね。ミケーミケー、まずい、食べ過ぎよ。ミケーミケー、見つけたくん、大丈夫よ、今助けるわ。ミケー、行くわよ。それ、捕まえた。ふぅ、やっと止まった。受け止めてみせるわよ。それ。ああ。ミケ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 。ああ。もうやばい。大変。パトカーが起き始めた。の効果が切れ始めたわ。よかった。ミケ、見つけたく、ブライトモード起動。バルーンキャンディの食べ過ぎは危険ね。早く片付けなきゃ。パピーさん、このキャンディー美味しいね。全部食べちゃったの？なんだなんだ。あ、それはバルーンキャンディーを勝手に食べちゃダメ。うわあ。
機がついに完成したわ。ハイパーストロング出ておいで。わーお、ストロング、ストロング。どうして子供なの。失敗か。パワードは、やっぱり私の発明は成功してたのね。あ、まずいわ。誰かおかしゃを持ってきて。おかしよ。
おもちゃに問題はありませんね。他にはベルマン君、アヒル君を頼みます。火から守ってください。はい、うん、アヒル君、ほら一緒に遊ぼう。ショベルカー作業開始。周りも異常なしか。ほれほれ、あ、ポップコーンの匂いだ。お尻から火が。また火が出たぞ。一体どういうことだ。わあ、もしかして幽霊の仕業だっちゃ。うわあ、怖すぎる。どうすれば。皆さん落ち着いて。火事の共通点を見つけました。それはこの場所に座っていたことです。おそらくここに手がかりが。ん、光。火事の原因が分かりました。なんなの。原因はあのペットボトルです。太陽の光があのペットボトルに当たり、光を一点に集めることで高温になり火がついてしまったんです。はぁ、あ、そうだったのか。危険なものは早く片付けないと。はって、ゆっと、わわ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 。問題か、ふって危ない。誰が捨てたんだ。おいしい。からか、はった。まずい、火が。危ない。クラキだ、助けて。子供が上に、助けましょう。ベルマン君、行きますよ。それそれダブルゲーム。もう大丈夫、一緒に避難しよう。はっ、はった。それが、やーやー、ゲーム、こっちです。あ、ん、あ、それ離れましょう。今回の火事の原因はペットボトルを適当に捨てたせいなんだ。これからは気をつけてね。ごめんなさい、アヒル君、ごめんね。実は僕も適当に捨てたことがあるんだ。これからはちゃんと捨てるよ。私たちもダブルゲームのワンポイントアドバイス。みんな、ペットボトルを適当に捨てちゃダメだよ。太陽の光が一点に集まると高温になり、火事を引き起こす可能性があるんだ。みんな覚えたかな。はい。美容師さん、こんにちは、ポッサン。いらっしゃい。すっきりとしたヘアスタイルにしてください。私は可愛くパーマを。僕はかっこよく。オッケー、お任せあれ。はっ、君の美しさを作り出す。はっ、さあこちらへ。はっ、よっ、よっと、はっ、よっ、
ジョ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 ン、完璧に仕上がったよ。わー、次は僕の番ですね。まずは髪を洗いましょう。そんな、なんじゃありゃ、怖すぎる。うわ、毛玉の怪物だ、逃げろ。何かあったようです、見に行きましょう。待ってください。ちょっとちょっと、まだ洗い終わってないよ。私のキャンディーが。いや、もう大丈夫だからね。あれは何でしょう。怖すぎる。ラボールゲーム、あの大きな毛玉に僕のスケートボードが食べられちゃった。私たちのも食べられちゃった。安心して、私たちに任せてください。追いますよ。はい。フラミンゴママ大丈夫ですか？あらら、私のバッグが。毛玉め、待って。それ捕まえた。ちょっと。あれ、ベルマンさんは？それ、ここでさ。ベルマンさん、それ。それ、やった。はっ、毛玉の中にこんなにたくさん入ってたなんて。あ、君は羊くん。羊くん、羊くん、どこにいるの？あ、羊くん。ママ、ここにいたのね。羊ママ、何があったんです？それが、この子ったら髪を切りたがらなくて、どんどん伸びてしまったせいで前が見えなくなってしまったの。それで美容院に連れて行こうとしたんだけど、途中で逃げてしまって。自分の髪につまずいて転がって行っちゃったんだ。そういうことだったのか。ごめんなさい。それじゃあ髪を切りに行こうか。行きましょう。いらっしゃいませ。おや、これまた随分伸ばしたね。ホースさん、羊くんをすっきりとしたヘアスタイルにしてもらえますか？オッケー、お任せあれ。大丈夫、私たちがついています。新しいヘアスタイルもきっと気に入るよ。まずは髪を固定して。どうぞ。どうぞ。安心して。あ、美容師ホースにお任せあれ。羊くんの髪を掴んでいてもらえるかな。了解。お、しょ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 、ほう。わあ、ゃ、完璧。とても
も似合ってるわよ。髪を切ったから前が見やすい。それにとってもスッキリした。ほらね、髪を切るのは怖くないだろ。それにスッキリして気持ちいいでしょう。うんうん、もっと早く来ればよかった。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、定期的に髪を切ると清潔なイメージを保つことができるんだ。髪を切りたいときは美容師さんにお願いしようね。美容師さんは髪をカットするだけじゃなく、いろいろなヘアスタイルにしてくれるんだよ。ワン